地図の比べて色はずかが繰り返すはず。面倒いけど危険。頭を直せることは必要だ。なぜなら相手が SW。 懐かしいだな。なあ、ナオコさん。インペラーの須藤に勝ったそうだな。あいつは俺の獲物でもあった。まさにトンビに油揚げだ。このまま黙って見てるわけにはいかない。悪いがターゲットはお前に変更させてもらうぜ。地元での負けは悔いが残るからな。けじめはつけさせてもらうぜ。あの黒いエボ倒した。あた俺を狙っているドハコエだ。すまんな、でも邪魔です。後ろからの追い抜きで実力の差を見せつけてやる。追いかけさせてもらうぜ。さっきははっきりわからなかった。こいつは速い。速い。いいよ、いいよ。イロハズカとハロナの攻撃はおらん。我が Z では完全真ん中。かわしすぎぬ。あんまりスピードなくせぬ。ライン取りにまだ甘いところがあるぜ。確かにお前の走行ラインは完璧だぜ。今のところはな。やってくれるぜ。もう待てない。仕掛けるのはこの先の右と決めた。しまった。悪く思うなよ。インベタのさらにいいというのは空中に描くラインだ。やるしかない。僕の方法はおらん。身を覚えろと真似する。全力で走ってるからこのままじゃ離される。こっちから先行を打って限界まで攻め込む。いい気分だぜ。何もかも作戦通りだ。やるな。一発でジャンプをクリアしてくれ。あった、ここだ。やられた。マジかよ。まるで峠センスの塊みたいなやつだぞ。そんなバカな。まるで峠センスの塊みたいなやつだぜ。俺もカート上がりだけにコーナーはドリフトが基本だけど、何か根本的に違う。今日はいい体験させてもらって、またどっかでやろうぜ。腕磨いとくわ。次だはもみじけど全然申し入れないけど、ハポカーラはー
二宮大輝だ。不利な遠征バトルでもここまでは勝ち続けてこれたんだろうが、今度ばかりは運が悪かったな。本当に速い奴は世の中にいっぱいいるってことを見せてやる。本当に速い奴は世の中にいっぱいいるってことをただ見せたいだけだ。調子に乗っていられるのも今のうちだぜ。やはりさすがこのイケイナイン、このセクションは間違いない。思ったよりはまともそうだぜ。お疲れだ。でもそろそろ変わっている。何をやってんだ俺は。情けねえ。それにしても精神力の強いやつだ。いくらプレッシャーをかけても手応えがない。少なからずショックだぜ。東道塾以外でこのレベルまで来れたやつがいたかよ。そこらの走り屋よりはやるようだ。新たらぬ技に使わせ、再起と同じ天魔を使う。この俺がブレーキングで負けてるってのか。東道塾のレベルを超えてるってのか。鈴鹿同じ、持ってきよなじ。やってやる。このスプリント問題ない。ショックを通り越して呆れるしかない。こいつ一体何者なんだ。てえ、嘘だろ。一番得意なブレーキングで負けてる。大輝がヘマをやったわけじゃない。まさかこれほどのやつとは。ショックだぜ。信じられないってクレバーな戦略にやられた気がする。この展開は読んでなかったな。お前の作戦勝ちだ。また会える気がした。トルジュク、二宮が強いと生意気。この態度は他のやつを思い出すな。ああ、元気そうだな、この男。